どうも、速稼塾の久保です。久々にね、ダイソーのレビューしますよ。これが100円ですよ。これが100円。何かというと、スマホスタンド。ね、100円。開けてみますよ。これちょっと前だったらね、1000円とかね、ひどいところでは3000円とかした品ですよ。あ、鏡もついてますね。鏡、よう、元気か。で、これが、こういうふうに展開するわけですよね。こういうふうにね、角度がつくと。で、ここに、グリップもつくと。これですよ。これでスマホをこうやって立てる。プロマックスでもきちんと立ちますね、こうやってね。こういう風にね。これで、例えばね、ほら、自由自在に自撮りしたり、こうやってテレビ見たりとか、撮影したりとかね、ライブ放送したりとかできるわけですよ。私はね、外に持って出ることも多いんで、これはいいですね。すごくいい。で、これ、もう一回折りたたみますよ。こんなコンパクトになって、しかもね、壊れにくい。こうやってスマホと合わせて持っても、もうこれで、これもんですよ。お、これ。鏡ついてる。ほら。鏡もついてるしね。これいいじゃないですか。え ?100 円?昔、ダイソー転売ってのがありましたけど、ダイソーがまだ全国に行き渡ってない時にね、ダイソーがすでに立った店舗からいろんなものを買ってきて、それをね、1000円とか2000円で売るっていうやつが、転売で成功した例があったんですよ。ヤフオクで。当時ヤフオクしかなかったんで、メルカリなかったんで。その時にタイムスリップしたら、これをね、たくさんね、転売したいですね。いいでしょ、これ。こういう風に。むちゃくちゃいいですよ。壊れにくい。これね。グリップがついてるのがまたいいですね。誰から連絡が来た。あ、取れなくなっちゃった。こうね。後ろから押せばいいんだ。後ろから押すと、こういう風に前に行きますね。後ろこれ穴が開いてるんで。これいいじゃないですか、すごく。ね。場合によってはこれ、手鏡にもなりますよ、これ。鏡。あ、びっくりしちゃった。俺だ。じゃあお疲れ様です。これ、100円ですよ。いいでしょ。